歌手で俳優の三輪明宏さんが予定していた公演を中止すると発表しました。三輪明宏さんの公式ホームページによりますと、三輪さんは今月11日に軽い脳梗塞と診断され入院していました。現在は回復へと向かっているものの、しばらく療養が必要で、来月以降に予定していた公演の中止を決定したということです。三輪さんは10月から11月にかけ、シャンソンなどをテーマにした全国公演を予定していました。